こんにちは今回はマルシン工業から最近ですね、発売されました COP2019COP2019 COP でよろしいんでしょうかロングバレルご紹介したいと思いますで、先般ね、先に紹介させていただきましたこのノーマルバレルの方ですね えとこちらの方の時にね、あのーまあ、練習というか銃の調子を見て試者を行いますという話だったんですけれどもちょっとやっぱりね家族で試者するっていうところまで行ってません。ということで今日もね構造と初速測定ぐらいまでのご紹介になると思いますけれどもよろしければお付き合い願いたくよろしくお願いいたします。はい、で、えー、ノーマルバレルと、はいえー、ロングバレルの差っていうのが、まあ、このぐらいあるわけですね。<laughs> なんかすごくこう出バレルインナーバレルここまで来てますから、まあ、ちょっともしかしたら期待できるのかなと思って引き続き遊んでいきますけれどもまだまだちょっとね皆さんにねお見せできるレベルでないということとこのトリガープルがねちょっとネックになったりしておりますはい、えー、パッケージはね、えー、こういうパッケージですねはい、えー、最後こんな感じか あ、でこれね、えー、ダブルディープブラック ABS ですね他にもヘビーウェイトとか多分出てたと思うんですけども私が今回購入したのはこのダブルディープブラックを2丁ということになります中には、えー、試写用の BB が入っていますというところです取扱説明書は後ほどご説明いたしますそれに引き換えこのノーマル版っていうのはね、えー、前回もご紹介したとおりこの化粧箱みたいなね 感じの箱でこれはちょっと斬新だなと思ったんですけどまあそしたらそれの大きいのが来るのああ来るのかなと思ったらまあこれはこれということではいなんかねちょっとこの辺の統一感のなさそれにまあ文句があるわけじゃないんですけれども <laughs> なんかちょっとんって感じですね理由がよくわからないというまあそんなのマルシンさんの勝手でしょってことになりますけれどもねはいそれから取扱説明書はね えー、こちらと同じですね。おっとやっちゃいましたねまたねいろんなものが落下します。適当に置きますんでね。えー、24年の5月のね日付の取り扱い説明書またね読んでみましょう固定ホップですね。はい。ピッ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 。ピッピッピッ マルシンさん早い時期から、えー、とこれモデルアップされてて私はあの全然もう正直言って興味のないモデルだったんでマルシンさんがね最初にね、えー、8mmBB かなんかでモデルアップしたのが最初かななんて勝手に思ってたんですけれどもこの間ご紹介し忘れたんですけども先週の「平成改装でですねこの米沢さんの広告ここにもいるんですね。 全然ノーマークでした。4連発デリンジャーという、あ、4重心デリンジャーということで、もうね、ここでもうすでに登場していたと、このシリーズっていうね。へえ、ということで、結構有名な銃だったんですね。はい。多分あのご紹介、あのコメントもいただいたと思いますけれども、何かのね、あの映画で使われていたり、あと、ナポレオンソロのね、あのー、 リメイク版の方でねなんか特殊銃みたいな扱いで出てきてたというんでこの辺ちょっと是非確認してみたいなと思ってまだしてませんはいじゃあ開けてみましょうあもうアップ必要ですねアップねね0四龍神デリンジャーなんかこうまがまがしいですねライフリングの描写がね描写っていうか再現がね <laughs> 失礼 感じですね背後から見るとこういう感じでこの部分ねダイキャストになってますんでここでたっぷり重心重量稼いでいるのかなっていう感じですねごちゃごちゃごちゃっとねなんかこう構造的にはおもちゃみたいにも見えるんですけれども銃としてのこの仕上げとかね、まあ、特にダブルディープブラックになるとねなんか割と私自身はあの鑑賞用に使えるなあなんてね で、またね妙に握り心地いいんですよこれ。ということで重さはね553 <laughs> これ ABS ですけれどもねこの部分のパーツとこれトリガーも多分キャストだと思うんですけどこれで思いっきり稼ぎますねあとタンクで478と554ということですねはい5 0 0ムぐらいあればあっ2拳銃だね。 やっぱり右は狙えますからこっちですよね。これねな、なんか生地サイトピクチャーいいんですよね。結構。ほら。狙って撃ちたくなるような欲求、あの欲求に非常に駆られますね。ただなかなかね、このトリガープルがということでね。はい。じゃあね、開けましょう。オープン。カタン。ね。 特にエキストラクターってないんですね開くことで少しこう押されますからあと逆さにしなさいってことですかねなんか欲しいですよねシュッシュってねバレルのね中はまあこんな感じですねでこちら側に例のねはい赤幕表示これが全部あの放出口ですねガスのね初速測ってみましょうか <laughs> すいませんなんか喉がガラガラしちゃって今日は昨日ねヨシを交換してね炎天下でね結構ね日をたっぷり浴びてちょっとなんか体冷やしちゃったかもしれないなその後ね逆にでこれ2発ずつ出ちゃいますんで、えー、1発ずつね、えー、ちょっとやって次ここ出るはずなんでここにして初速測ってみましょう。 れんのこれお測れましたはい 0.36J ですねえー、とちょうどあのちょうどというかあの、えー、エアコッキングの18金版ぐらいのねはいパワーですね次はここみたいですねよいしょ ま失敗しちゃった合わせられない、ね、次はどこだって感じですねあここが赤くなってますね次はねここがここでございますねガチャッと測りたい何としても測りたいんだ測れました0.27とこんな程度ですねまあ極めて平和な感じじゃないでしょうかはい で、この間のねこちらもね同じカートで比べてみましょうかおさらいでこっちはねそんななかったような気がするんですけれどもねこっちはねあ取り回しはやっぱりこのノーマルバレルのが楽ですねはいカチャッとはかれるかなよいしょここですねあえっ、ー、とねやっぱりこっちのが弱いんだ 0.16確かそんなぐらいでしたよねですから同じコップでもやっぱりコップっていうか <laughs> 同じ銃でもやはりそのバレル長いとねそれだけ加圧されるっていうことなんですかね。やっぱこちらの方はあのヤ、えー、コキの18金ぐらいのパワーありますけどこっちは10金ぐらいのパワーしかございませんということが、えー、判明しました。 はい。まあ、うちの答えだけの話ですんでね。えー、実際ね、えー、マルシンさんの方、ただ固定ホップですから、もう調整のしようないですよね。こちらとしてはね。可変ホップだと、まあ、ホップパッキンでね、えー、少しその、カートリッジの、はい、あの、通るところを狭く、ほんの少し狭くしてやったりね。あと、抵抗を与えることで、それはね、パワー多少変わってくるとは思いますけど、これの場合はもう固定ホップですから、もうどうしようもないやという感じですね。 で実際はこれ2発ずつ同時発射ですから、えー、4発あって2回で終わりということになりますちょっと試してみましょう今度はあのイーグルの0.15で BB がね今あの我が家があの試写で使っている S2S さんのボタニカルがねないんですよね,ね Amazon になんかあれかな 資源の問題で入ってこなくなって製造してないのか <laughs> こんな感じですね、えー、2発発射されますかね行ったみたいですねでもう一発あはい、えー、ね、楽しい楽しみ方しっかり的に向けた上でですね、えー、この上の角度から見てるとですね2本ねこの、えー、イーグル工業の 0.15g だとね真っ白じゃないですか ママルシンさんのもそうなんですけどこれがねシュッシュッってね2列で飛んでいくのが見えましたちゃんとへえ面白いねこれはこれでということはほら、えー、ホラーなんてすいません <laughs> 親しくしちゃいましたこれぐらいしか結局あの離れてないんで、えー、遠くまで行けば着弾点が割と近くにプツプツっていくだけだから OK なのかなって気もしますねただねその2回しか打てませんのでね はい、この状況でどう試写をしていこうかっていうのは試案のしどころですな、はいまあ、どちらかというともうこれはこのアクションで楽しんでコレクションして時々んか的に当ててみてっていうのでいいのかなって気もしないでもないですね。くしくもねここのとこはあの中折れ式が続いてしまいましたね。 意図したわけじゃない、本当に偶然なんですけどもね。本当はそういうのを計画的にね、えー、こういう系統でこういう風にね、視聴者の方飽きさせないようにやっていこうとか考えなきゃいけないんですけども、ある程度はもちろん考えてますよ。ところがやっぱりね、詰めきれないところもございますんでね、その点ね、えー、ご容赦ください,、はい。面白いな、でもこれ。カチャッと。ねえ。エンフィールドなんか使ってると、もっと折りたくなっちゃいますよね。 まあ、いずれにしてもね先ほどあのお見せしたように1989年頃からモデルアップされててねその時のモデルって私その米沢さんのやつ全然知らないんでどういう構造だったのかっていうのはちょっとね興味ありますねでここまで来るとねこれ ABS ねダブルディープブ,ブラック ABS なんですけれども結構堅牢でね構造がしっかりここでしっかり抑えられてるっていうところもありますねエンフィールドに比べると安心して中折れさせられますね こ2.5のほうが,、はい、が。<laughs> 2.5じゃないの、えー。ノーマルの方がね。はい、ということでね、えー、今回は、はいえー、マルシンの COPCOP20192、ねえーはい、発同時発射、えーね、4本バレルの、はいえー、ペッパーボックスピストルって言われてるんですよね、はい。ご紹介させていただきました。ではまた。